基本の鶴の折り方をアレンジしてカマキリを折ってみました。使うものは折り紙と糊とハサミです。途中までは鶴の折り方と全く同じです。私の場合はまず三角、次に長四角を折ってから、これをこんな風に寄せてきて折っていきます。ここまで折れたら羽の部分を伸ばして内側に糊をつけます。反対側の羽の部分にも同じように糊をつけます。そうしたら足の部分を半分に切ります。これで足が4本になりました。また元に戻して鶴を折るときと同じように細く折っていきます。そしてこの部分を折り返して羽にします。反対側は一度開きます。こちら側から見て角の部分から斜めに切り込みを入れます。これが前足になります。顔の部分を三角に折り返して、2ミリぐらい段をつけて、もう一度向こう側に折っておきます。足の部分をこんな風に広げて折って、全体を一緒に半分に折ります。前足は鎌に見えるように、足の部分、鎌の部分と折ります。ここが顔の部分になります。次に羽をキュッと引っ張り上げます。後ろ足を折り上げて羽のあたりで折り返してください。中足も折り上げて、これは体よりも少し背中が見えるように折り返してください。反対側も同じように折ります。足の先の部分を折り上げておきましょう。こうするとカマキリが立ち上がったように見えます。顔の向きを決めたらキュッと指で押さえておきます。これで完成です。
草むらに見立てたところに置いてみました。何匹か作ってこんな風に飾ってみるといいですね。